それでは今回は旅をする気について紹介したいと思います。星野光代さんの本です。アラスカに住んでそこに暮らす白人たちの生活を文章で書いたエッセイの中から5つ紹介をします。世界は大きくて広くて、自分や自分の悩みなんてちっぽけなものと感じるようなエッセイになっています。1つ目が新しい旅、1993年6月1日の話です。アラスカに暮らし始めて15年が経ったと。ページをめくるようにはっきり変化していくこのアラスカの土地の季節をすごい星野さんは好きなようです。結婚して新しい生活も始まって、昔の荷物の整理をしていた時に日記帳が見つかりました。その1ページにはまるで遠い昔の自分に出会ったような懐かしさが込み上げてきました。その当時っていうのは頭の中はアラスカのことでいっぱいで、アラスカに行くことしか考えていなかったようです。フェアバンクスの空港についてそのまんま大学に向かいます。しかし入学管理事務局で必要な書類を提出すると、外国人がアラスカ大学へ入学するための英語の点数が30点ほど足りないと言われて、今年はもう無理だと言われました。その時星野さんはどうしても1年を無駄にしたくないと思って学部長に会いに行きました。学部長は星野さんの切羽詰まった話を聞いて、分かった、私の責任で君をこの大学に入れようと言ってくれました。さまざまな夢を抱いてアラスカにやってきた星野さんは旅を始めて、アラスカという地図の上に自分自身の地図を書いて行かなければならないと、このような強い思いがあったようです。もう一度あの頃の自分に戻れないかとも思ったようです。目の前からスーッとこれまでの地図が消えて、磁石や羅針盤も見つからず、船だけは出さなければという熱い思いがあったようです。このような新しい旅っていうのは誰の人生でも必ずあると、そういうふうに星野さんは言ってます。自分の場合で言うと、三重県から京都に行く時だったりとか、京都から東京に行く時っていうのはなんか同じような気持ちだったんじゃないかなと思います。でもなかなか英語の点数が足りないからといって学部長に会いに行く行動力だったりとか、そこで学部長がそれを許すっていうことは、星野さんのその時の気持ちっていうのは本当にアラスカでいっぱいだったんだなっていうふうに感じました。続いて2つ目が北国の秋です。1993年9月5日、9月のアラスカ、この秋の美しさっていうのは例えようがないようです。ブルーベリーの実は熟して、クマは長い冬ごもりのためその実をせっせと食べながら脂肪を蓄えます。ブルーベリーの実、今年はどう？それがアラスカのこの季節の挨拶であるように、人々もまた冬の暮らしに向けて秋の恵みを蓄えていきます。この時期はブルーベリーの実を摘みに行く人に、クマと頭を鉢合わせするなよとよく言うようです。それは全く冗談でもなくて、クマも人もブルーベリーを食べるのに夢中になって頭を上げる余裕がないからです。星野さんも時々そのことにふっと気づいて、注意深く周囲を見渡すようです。秋っていうのはなんでこんなに美しいのか、星野さんはよく考えるそうです。短い極北の夏があっという間に過ぎ去ってしまうからなのか、それとも長く暗い冬がもうすぐそこまで来ているからなのか、一年に一度名残惜しく過ぎていくものにこの世で何度巡り会えるのか、その回数を数えるほど人の一生の短さを知ることになるかもしれないと、日々秋が来るごとに考えるようです。まあ、秋が好きな人って多いと思うんですよ。実際僕はこのエッセイを読んで、自分にあと何回秋が来るのか数えてみるっていうのも自分の人生を考える上で非常にいいんじゃないかなと思います。3つ目が歳月です。東京で星野さんは写真展を開きました。1年のほとんどをアラスカで過ごしているため、写真展にはさまざまな出会いを与えてくれました。18年も前、星野さんが21歳の頃、新聞を広げるとそこに親友の T の顔写真が載っていました。新聞は T を含めて3人の遭難を伝えていました。遭難現場で T の母親と会いました。その母親は変わり果てた T の姿を見つめて涙さえ見せませんでした。それどころかあの子の分まで生きてほしいと優しく微笑みながら星野さんに言いました。 T の死っていうのは巡り巡って今生きていると実感させてくれて、好きなことをやっていこうという結論にたどり着きました。 T の母親は、あなたがアラスカに渡ってからあの子もずっと一緒に旅をしているような気がすると言いました。星野さんは T が死ななくても僕はおそらくアラスカに行ったと、そう言っているんですけど、これほど強い思いでアラスカに関われたかっていうとそうではないと。かけがえのないものの死っていうのは多くの場合残されたものにあるパワーを与えていくと。4つ目がアラスカとの出会いです。パイロットのドンカが電話が入りました。今カメラマンが来ていて、これから北極圏にカリブーの季節移動を取りに行くらしいと。お前に情報を聞きたがっているからホテルに会いに行ってくれないかと。
名前はジョージだと。星野さんは世界を駆け回っているカメラマンなんだろうなと考えながらホテルに向かっていると、ジョージという名前が突然記憶の鐘を小さく叩き始めました。10代の頃、北海道の自然に惹かれて北方への憧れはいつしかアラスカへと移っていきました。東京神田の古本街で一冊のアラスカの写真集を見つけて、その中のどうしても気になる一枚の写真がありました。それがシスマレフ村でした。この村の村長に手紙を書きました。あなたの村の写真を本で見ましたと、訪ねてみたいと思っていますと。何でもしますので、誰か僕を世話してくれる人はいないでしょうか。手紙は正直な気持ちで、初めて書いた英語の手紙はどんなに拙い文章だったかと。すぐ返事は来なかったんですけど、半年も経ったある日返事が届きました。そこから約半年の準備を経て、この村に行って3ヶ月過ごした体験っていうのは強烈なものだったようです。神田の古本街で買った一冊のアラスカの写真を見て、スシマレフという村に行って自分の人生が動き出したと。その写真を撮った人がジョージでした。ホテルについてカリブーの話をした後、星野さんは古い写真集を取り出してこれまでのいきさつを話し出しました。ジョージは、そうか、私の写真が君の人生を変えてしまったんだねと。星野さんは、いやそうではないですが、大きなきっかけになりましたと。でジョージは、で後悔しているのかいと笑いながら言いました。人生っていうのはたった一枚の写真だったり、誰か一人のきっかけによって変わることがあるっていうふうに僕は感じました。そこで手紙を書いて実際にアラスカに行く星野さんっていうのは本当に行動力があって素敵な方だなって感じました。最後がアラスカに暮らすです。春の日曜日、朝からバタバタと忙しい一日が始まりました。家で初めてパーティーをするからです。一月前に日本で結婚式をしたため、来られなかったフェアバンクスの友人たちを呼んでレセプションを行うからです。アラスカに来て間もない、英語もうまく話せない妻にとって、このパーティーは一大事でもありました。星野さんはなるべく早く多くのアラスカの友人たちに彼女を会わせたかったからです。この土地に慣れて好きになっていくには、やはりアラスカの人々の匂いを嗅ぐことだと思ったからです。星野さんは妻に謎のアドバイスをしました。誰も英語をすぐに話せるなんて期待していないから、そんなことは心配するなと。でもアラスカの中に本当に入っていこうとしている気持ちは見ていると思うよと。英語は分からなくても、とりあえずニコって笑ってしまうのは大切かもしれないと、そう伝えました。星野さんは一つのけじめをつけたかったようです。アラスカに土地を買って、家を建てて、そして結婚、これからは本当にアラスカに生きていくと、どうぞよろしくと大きな声で言いたかったからです。この土地での旅で人々に出会いながら、いつしか星野さんはどこで自分は生きていこうとしているのかと自分自身に問われ始めていたようです。夕方になって、アラスカ大学の教授夫妻だったり100人近い人が集まりました。日本からやってきた妻へは誰もが励ましの言葉をかけていました。180度の生活の転換にみんなが少なからず心配していたからです。アラスカの土地の冬の厳しさ、都会の華やかさは何もない人々の生活、アラスカに暮らす人々にとっては当たり前の多くのことが、彼女にとっては初めて飲む水だからです。英語がよくわからない彼女に、カメラマンのキムがこう言いました。いいかナオコ、これが僕の短いアドバイスだよと。寒いことが人の気持ちを温めるんだと。本当にゆっくりと同じ言葉が2度繰り返し、じっと聞いていた妻がニコッと笑いました。星野さんはその時、彼女はきっとアラスカでやっていけるだろうと、そんな気がしたようです。このエッセイを読んで、僕はアラスカっていう国には行ったことがないんですけど、アラスカってすごい広くてあったかい国なんだなと思いました。なかなか結婚して奥さんがアラスカに行くっていうのは、すごい度胸がいったりとか行動力がないとなかなか行けないことだと思います。実際星野さんは写真家で探検家で、22歳の時にアラスカに行くと決めて写真の修行をしました。26歳からアラスカに住んで、結果的にはクマに襲われて43歳で亡くなりました。アラスカの広さと静けさを感じるこの旅をする木ってエッセイっていうのはすごいあったかいものなので、ぜひエッセイの方を読んでいただければと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。